どうも熊本光義です。今日も3時間の生放送を終えましてね、多くのメッセージいただいて相変わらずご紹介できない方ごめんなさい、ね、番組終わった後でも一つ一つ丁寧にお読みしておりますお約束。今日はですね、まずもって、ありがとうございました。おとといか、12月25日の、まあ、クリスマスプレゼントと言ってもいいでしょうね、BSS ラジオでも放送しています爆笑問題の日曜サンデー、毎年恒例のね、珍プレー好プレー大賞第2位、ありがとうございます。1位取りたかったけどな、はい、なぜ取ったかとかね、それからあと昨日夕べね、我が家でなんとカエルが突如登場しまして現れまして、そのことも喋っておりまして、あのアマガエルのちっちゃいアマガエル、あの私のアカウント、ツイッターの浅くはね、私のツイッターにも写真をアップしておりますが、今後どうするかな、この寒い時に外に逃がすとね、命に別状があってはいけないし、なんてことでね、今いろいろ考えておりますが、いいアイディアがあればぜひまたお寄せくださいね。ということで、聞いてないという方、いつも申し上げております、放送から1週間以内ですとラジコのタイムフリー機能、これでお好きな時に聞けますんで、え、どんな話だったのって時はそれを聞いてくださいね。あの日曜サンデーもちょうど午後2時過ぎたところから私のエントリーが始まってますので、それも聞いてやってください。熊本光義でした。ではまた。